エマーソン、レイク&パーマーは最近私が最も興味を持っているロックグループの一つです。なぜ興味を持っているかといいますと、それは ELP が70年代というものを感じさせる新しい感覚を持ったグループだからです。それでは ELP の何が70年代的なのかということですが、その前にちょっと今日のロックの状況に触れておきたいと思います。今日のロックの状況は一言で言うと混沌としています。ロックは現在音楽界の主役的存在ですし、全盛期であることもあって、その種類は多様を極めているからです。今ちょっと思いつくままに述べてみても、ハードロック、ジャズロック、サイケデリックロック、アートロック、フォークロック、ニューロック、ヘビーロック、プログレッシブロックなどがあります。これまで私たちは新しい曲が出たり、新しいグループが登場してくるたびに、あのグループはハードロックだとか、あれはニューロックだとかというような形で聞いてきたわけです。ところがこのように多様化あるいは細分化が進んできますと、単に現象的な面からだけ一つ一つのグループを追っかけていたのでは、だんだんロックというものが分からなくなってくる傾向があります。つまり現在ロック界で何が起こりつつあるのかというようなロックの全体像が捉えにくいわけです。本来ロックの最もロックたるところは、形式や様式に束縛されない自由な音楽性を持っているところにあるわけですが、それだけに音楽の幅が非常に広くなるし、また流動的にもなります。その点からしてもロックというのは、あるパターンに収まった音楽になってしまったらおしまいで、常に新しく作り変えられていくことが必要なように思われます。これまで成功したグループは皆そうで、彼らは一時たりとも同じところにとどまっていない。一作一作が常に新しい問題提起になるような音楽を創造し続けてきたわけです。ただ60年代のグループと70年代を感じさせるグループの間には、意識の上で違いがあるように私には思えるのです。60年代のグループにはロックを定着させようという意識がありました。60年代のロックミュージシャンたちは、他の種類の音楽を意識せざるを得ない立場にあったからだと言えるでしょう。例えばジャズやクラシックや東洋の音楽や現代音楽や民族音楽など、自分たちを取り巻いているさまざまな音楽の存在が気になったわけです。それゆえ60年代のロックグループには、すべての音楽をロック化してしまおうという意識がうかがえます。しかしこの60年代のロックミュージシャンたちの先見の明のおかげで、今日のロックミュージシャンは随分いろいろな点で恩恵に浴しています。それはそれまで新しい音楽を作ろうとした場合、必ず古いものを拒絶したり異質なものを排除したりしてきたのに反して、60年代のロックミュージシャンたちは時代や様式の違う音楽すべてをロックの糧にしてしまう方向で他の音楽の問題に対処したからです。ロックが音楽界の主流的な地位を占めることができたのも、このような姿勢を背景にしてロックの間口がぐんと広がり、他の音楽を吸収してしまうだけの力を持ったことが一つの大きな理由として挙げられるでしょう。60年代のロックグループが積極的に他の種類の音楽を取り入れたのはそのためだと言えるようです。だが今日このような意識は薄れてきています。それはすべての音楽はロックにつながると言ってもよいほど、今日では何を書いてもそれをロックと呼べばロックになってしまうような情勢になってきているからです。70年代を感じさせるグループにはすべての音楽をロック化してしまおうというような気負いは感じられないのです。もちろん70年代のグループといっても、このあたりの問題をはっきり認識し超越しているグループはまだごくわずかしかありません。
だがエマーソン・レイク&パーマーは紛れもないその一つです。彼らはロックと他の音楽を対峙させて捉えていません。彼らにとっては例えばジャズそのものがロックであり、現代音楽がロックであり、民族音楽やクラシックもロックであって、これまでそれらの音楽の間に存在していた境界は消滅してしまっています。彼らの音楽が多様性に富んだ内容を持っているにもかかわらず、思わせぶりがなく聴いていて気持ちがいいのは変に構えたところがないからだと言えるでしょう。さてその彼らの音楽ですが、これまで発売された3枚のレコードを聴いているとわかるのですが、1枚ずつだんだん面白くなってきています。これはかなり珍しいことで、普通のグループですとデビューの1枚目が一番緊迫感があって聴き応えする場合が多いわけです。そして 2,3 枚目までは 何かといろいろバリエーションをつけてやるわけですが、だいたいそのあたりで、息切れがしてくる場合が多いわけです。ところが ELP の場合は逆で、レコードは1枚1枚が全く異なった内容を持っており、そして内容の密度が高まってきています。このあたりに ELP がスーパーグループであるという片鱗がうかがえます。というのはこのようなあり方はビートルズとかピンクフロイドのような大グループのあり方と似ているからです。今度発売されるトリロジーはそのような意味からも、これまでの ELP の中で一番聞き応えのするレコードのように私には思えます。3枚目の展覧会の絵は題材の面白さがありましたが、トリロジーは内容の面でユニークであり、全く別の世界を現出しています。ロックとしては珍しいラグタイムやフーガやボレロなどを含んでいる点で画期的なロックですが、その有機的な構成は聴くものを引きつけずには置かないでしょう。ここでちょっとそのトリロジーの一部を聞いてみましょう。今お聞きになってお分かりと思いますが、キーボードのキース・エマーソン、ベースギターのグレッグ・レイク、ドラムのカール・パーマー、3人とも実に息の合った充実した演奏をしています。私は自分の楽器がピアノなので、特にキース・エマーソンの演奏に気がつくのですが、彼のキーボードの技術は抜群です。かつて私は初めてエルトン・ジョンのピアノを聴いたとき非常に驚いたものです。それはエルトン・ジョンのピアノががっちりしたクラシックの基礎トレーニングの上に成り立っていることが聞いて分かったからで、その点で安心して聞いていられるピアノだったからです。ロックのピアニストにもこんな人がいるのかと思ったものでした。だがキース・エマーソンのピアノはエルトン・ジョンに勝るとも劣らない技量を持っているよう思います。そのテクニックはクラシックならコンチェルトを楽々と弾きこなすことができるでしょう。ところがそのような安定した領域にとどまっていないで、次々と新しい領域へと挑戦している点にキース・エマーソンのダイナミックなところがあります。彼はピアノのほかに各種のオルガンの演奏からムーグのシンササイザーの操作までを
ライブの演奏で行うことによって、自分の能力いっぱいのところで音楽と関わり合っているのです。さて、それではそのキーセイマーソンの演奏を聞いてみましょう。エマーソン・レイク&パーマーがなぜ70年代のグループであるのか。それは彼らが常にロックというものを作り変えていくことを積極的に行っているグループだからです。彼らにとってロックとは、すでに存在する対象としてあるのではなく、彼ら自身によって作り出されるものだと言えるでしょう。個人のつながりが非常にうまくいき、言葉では表せないほどお互いに理解し合っています。まさに理想的連帯です。何事も話し合いながら、しかも友人として一線を引き、またビジネスライクにやっています。例えば一人が曲を作ると、それが誰のだかわからなくなるくらい知り合っているのです。それがエマーソン、レイク、パーマーと名付けであり、個人は個人として扱われたいという希望を表しています。ただはっきり言えるのは、僕らの音楽が受け入れられにくい点はあっても不把握はないことです。ポップのレコードは 1,2 週間で顧みられなくなるけれど、僕らの音楽にはもっと深い語りかけがあるのです。現代の若者は同じような音にうんざりしています。ロックやジャズのトップミュージシャンのコンサートによく行きますが、何かが欠けているのです。音楽では驚きの要素が非常に大切だと思います。誰でも毎日イチゴばかり食べていたらしまいに嫌になるのと同じです。キース・エマーソン。I've sent this letter hoping it will reach your hand. And if it does, I hope that you will understand that I must leave in a while. And though I smile, you know the smile is only there to hide what I'm really feeling deep inside. Just a face where I can hang my head.